な、なんじゃこりゃ。どうしたお前、難しい顔して。いやちょっと、来てくださいよもう、今年に入って、まあ、M 級に変わり、もう半年くらい経ってるんですけど、同時にあの各社、いろんなバット出してきたじゃないですか、各メーカーさん ね、あの長距離とか中距離とか、一緒なんじゃないかと。基本的にどのメーカーのバットも変わんないのじゃないのっていう。はいはい。え、そんなあるんすか。あ、ぜひぜひ、はい、お願いします。謎の、なんていうんですか、その測定機器、そのいろんなバットの違いとかが測れる測定機器を、貸してくれるらしいっす。本当？なんと電話をしたらアシックスさんから謎の精密機械を借りれることに。というわけで今回アシックスさんから特別にお借りできましたこのスイング ID。 機能使い方に関しては担当の方から徳さん一生懸命説明を受けました。すごい機械ですよ。捉えて、このカメラがパーン捉えた瞬間に、飛距離、スイングスピード、ミート力、初速、出だしの角度上下、そして左右の角度、バックスピン、サイドスピン、弾き出すという。はい、改めて説明します。左側に映ってる機械と打者の後ろにある小さな機械、この2つでインパクトの瞬間を捉え、瞬時に8項目もの数字を叩き出すという。果たしてバットの違いは分かるのか、いざ検証です。それでは、はい、早速、バーストインパクト、これレギュラータイプのミドルのやつね、オールインパクトエリアということで、全部芯です。全マシンバット、これ どういう風に出るんだろうね。モキティですね。ちょっと最初軽く言ってみっか。はいはい、いきます。おー、出た出た。これ飛距離3メーター、飛距離3メーターだけど初速120、ミート力110。はい、ご覧のように本当にインパクトの瞬間だけで数値が出ました。これは面白い。あ、出た出た出た。あ、今度は90メートル飛んでるわ。90、あ、飛距離が上がるという。はい、2回目の計測が出ましたが、何回か打ち続けることでバットの特徴、または自分の特徴なんかも分かってくるかもしれませんね。もう少し打ってみます。こっちだからね。うまい。どうでしょう。おお、どんどん出る。すごいね。はい、3回目打ちましたが、この後違う種類のバットを打つんですが、バットスピードとボール初速に注目して見ていくとバットの特徴の変化が見られるかもしれません。続いてバーストインパクト EX。 あ、これパワーヒッター用のね、はいはい、トップバランスね。トップバランス、はい、これ結構あのずっしりきてるわ、バットの重さっていうのがまた重要、飛距離には、すごく重要、ボールの衝突に対して負けない重量が強い、はいはいはい、あとまあリストやね、絶対ここ全部、ね、ここがもうバインってなったら、こんにゃくだったらもう全部吸収されちゃってもバインだから、はいはい、しっかりとグーン止めたらズドーン飛んでいくから。なるほど、じゃあ打っていただいて。おお、なんか力強かった。スイングスピードはまあちょっと落ちたね、1キロ、1、2キロかな。まあまあまあ、でボール初速はいきなり早いね。バーストインパクトの平均と見るとバットスピードは同じなんですが、ボールの初速が上がっております。これ重さがボールにパワーとして伝わって打球速度が上がったのかもしれません。まあその分飛距離も伸びるということで、パワータイプのやっぱバットなんでしょうかね。もうちょい打ちます。いいよ、はい、はい。おー、いいんだけどな、いい感じですよ。出ました。出ました。あ、もう軒並みいい数字じゃないですか。バットスピード119のボール速139.6。はい、こちら2打席目もスイングスピードに比べて初速が速くなっております。まあ、通常そのままパワーヒッター向けバットという説明だけではなく、このように数値化することでよりパワーヒッターが持つべきバットということで明確になりますね。あるよ、重量あるよ。あ、ヘッドが、しっかりとね、ここで加速してくれてるね。いくよ。はい。わあ、いいね。でも明らかにインパクトの音と力強さ違いますね。違うね、インパクトの音が違う。LW LW ということでね、
これね、あのちょっと星っぽかったりこうなんかこう水玉だったり、おしゃれか、これのプールにも似合う。プール、ビーチプール。ビーチベースボール、はい、ビーチベースボール。ゴムごといっとけば出た。あ、バットスピードは速いぞ。速い、 122.7 っていう。あ、なんか普通に速い、ちょっと上がってるわ。初速は基本的に一緒っぽいよね。うん、まあ、バットスピードですね、やっぱね。そうだね、やっぱスイングスピード大事ってことだ。やっぱスピードで衝突でその分の初速速いからさ、うん、やっぱ飛んでく距離は変わってるよね、うん、ここでベニョンって飛んでさ 200m 飛ばねえから、ドーンっていかないと200飛ばないから。オッケー、どうだ、うん、出た。おーおお、スイングスピード速くなってる気するわ。124、ボール初速137、初速も上がってますね。上がってるね、うん、バックスピン1443という感じで、数値化しバットの特徴を明確にしましたが、せっかくなので球場を借りてロングティーをします。さっきの数値化したやつをちょっと元に、そうね、ロングティーをして、はい、やっぱそういった意味ではこの EX っていうのはフリーマンスター飛ぶんだろうな、やっぱな。いきます。あー、やっぱね、違う音がボンってボンってなるね。さっきも速いね。はい、あ、いや、これはいかんだろ、さすがに。おお、あー、これだ、円通なっちゃったやん。すっごい滞空時間長かったね。やっぱさ、重いからボールに対してのその伝わり方がすごいんだな。うわ、あ、やっぱね、ブワーン飛んでいく、ズドーンって飛んでいくな。外野手一回前出るやつよし、おーしょー、すごいね、結構飛んでる。次はミドル、はい、まあ、俺やっぱこれが一番っていう気がするんだよな。うん、ちょうど標準の、うん、あ、おー、パワー放っただけ、いい、ご安定、やっぱスイング速くなるね。うん、軽い分。あ、いい打球。あー、ちょっとライブ気味だけど、うん、ワンチョッカー LW、 こちら最軽量。そうね、さっき数値で見てるから。これでも本当にあらゆる角度に打てる気がするんだよな。おう、今ちょっとね、呼び込み気味で打ったの。よいしょー、おー、飛んでくね。おお、伸びてった。あ、いた、あ、いた。いやー、どうだ。おー、いった、すげえ、増えた。やっぱスイングスピードだ、100、はい、というわけで、はい、本日は、バーストインパクト3種類、スイングスピードが速くなっていって重いものを持てるんであれば、うん、重いものを使った方がやっぱ飛ぶということが分かったね。そうね、そうね、逆に重いものを持って触れないようだったら、うん、軽いのを持って触れた方が飛ぶということも分かった。そう、ね、やっぱりそれぞれ特性があるな。面白かった。やっぱあのアシックスさんは嘘ついてなかった。タイプやっぱそのままだったね、うん、そうですね。お知らせ、あっぱれショップで検索すると我々のあっぱれ公式グッズショップがヒットします。そして最近新デザインの T シャツも作ってみまして、ライパス的におしゃれにできたと思ってます。よかったら見てみてください。あれ裸になるからね、マジで狙ってます。取れた。出ました。出た。お。お。いかがでしょう。飛距離は25、スイングスピード119、初速130、ミートル110。そうだね。超えてくるな、やはり徳さんは。いや、多分ほぼ超えてないと思う。ほぼ。ほぼ超えてないと思うよ。そうです、うん、今でも 2% の力ですよ。そうなの。もしかしてお前その手袋300キロあるとかそういうこと。しょうもないな。